欄になんとシュプットガルトトップチーム昇格へ。シュプットガルト退団でも所属かと思われたチェイス・アンリ、まさかの24-25トップチームスカットに名を連ねる。アンリ2024-2025のトップチームに乗ってるから契約延長したっぽい。チェイス・アンリ無所属で育成失敗とか言われてたけどトップチーム昇格したんか。チェイス・アンリ、ここだと24-25からトップチーム登録になってるな。練習にも参加してるから VFB 残留だな。レンタル欲しがるチームなかったってことかな。日本ツアーに参加させるためかね。広島の8月 J リーグホームゲームチケット、今日一般販売でお盆のセレッソ戦と月末の FC 東京戦は即完売、25日の柏戦もほぼ完売なのにシュプットガルト戦だけ余りまくってる模様。ということは CL でチェイス・アンリが見れるのか、恐ろしいというか楽しみというか。チェイス・アンリ君って中学からサッカー始めたの、バケモンじゃん。チェイス・アンリは地元の直し卒だから楽しみではあるけど、足元の技術はないからな。マリノスに来たらと思ったけどスタイルがまず合ってない。アンリは鍛えればものになるって信じてる。日本代表は本格的に守備陣の時代になってきたな。